青い山脈は石坂洋二郎によって書かれた男女交際を主題とした長編小説である。青い山脈は1947年6月9日から10月4日の朝日新聞に連載された。連載後、同年12月に新庁舎から単行本が出版され、現在は電子書籍で販売されている。物語は東北地方の港町を舞台に、 若者の男女交際をめぐる騒動を爽やかに描いた青春小説である。青い山脈は日本国憲法が施行された翌月から連載され民主主義を啓発させることにも貢献した。この時、すでに教育基本法と学校教育法も施行されていたが、青い山脈が連載された1947年度には学校教育法に基づく学校は 中等教育及び高等教育に関しては、新生中学1年を除き、ほぼ皆無の状況であり、旧生の学校が従前の規定による学校として、存続という状態であった。この小説は、従前の中等学校令に基づく、旧生、高等女学校と高等学校令に基づく、旧生、高等学校という中で書かれている。作者の石坂洋次郎は、 青森県立弘前高等女学校の教員であった。当時疎開中の女子学生たちから聞いた学校生活をこの小説の題材にしたと言われている。この作品を原作として1949年には原節子主演の映画が制作され大ヒットとなった。その3ヶ月前に発表された同盟の主題歌も高い人気を得た。 さらに1962年、1966年、1974年の3回に、わたって、テレビドラマ化もされた。この映画作品などについては、青い山脈、青い山脈、青い山脈の項目を参照のこと。東欧日報新聞記事、ありがとうございます。